国の文化審議会は今日、飛鳥藤原の旧島を2026年の世界遺産登録を目指す推薦候補に選定しました。飛鳥藤原の旧島は天皇の宮殿跡である飛鳥宮跡や藤原宮跡、木材式の壁画で知られる高松塚古墳など合わせて22の遺跡などで構成され、6世紀末から8世紀初めに東アジアとの交流や中央集権体制を採用した国づくりが行われたことを示す貴重な遺産とされています。国の文化審議会が世界文化遺産の推薦候補に選んだことを受けて、飛鳥村では役場に懸垂幕を掲げ、悲願達成に一歩前進したことを祝いました。飛鳥藤原をめぐっては2007年にユネスコの暫定リストに記載されたものの、去年の文化審議会では保護措置が十分ではない、海外の専門家への分かりやすい説明などが課題として挙げられ、県や地元の自治体では史跡の範囲拡大などの課題の解消に取り組んできました。暫定リスト登録から17年、ようやく政府からユネスコに推薦書を提出する段階までこぎつけました。平成19年以来の長い努力が実り、そして職員や我々の努力も報われて大変喜んでおりますが、さらにあと2年間気を引き締めて頑張ってまいりたいと、このように思っております。国内外からこの飛鳥藤原を訪れた皆さんが、さすがに世界遺産やなと、来てよかったなと、もう一回来てもらいたいなというふうに思ってもらえるような、そういうそのハードソフト両面のですね、取り組みが必要だというふうに思っております。政府は来年2月1日までにユネスコに推薦書を提出し、順調なら2026年夏に開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に登録が審査されます。なお、県などが作る協議会はこれまで名称を飛鳥藤原の旧島とその関連資産群としていましたが、文化審議会での議論を経て飛鳥藤原の旧島に変更していたことを明らかにしました。